ちは、国際不動産エージェントの鈴木です。今、ハワイのワイキキ、私が友達と一緒に買って今運用している物件の、今自分でオーナー宿泊をしております。こちらなんですけど、これ借地で38年間借地期限が残っている物件、結構まあ内部改装必要だったんですけど、その辺全部お金かけてきれいにして、まあ、この辺の家具家電全部新品にしてですね、今、まあ、ほぼ日本人の旅行客に、貸してます。現地 の日系の管理会社に全部お願いをしています。ハワイって、まあ、物件価格もそうなんですけど、まあ、税金とか人件費とか、まあ、高いところで、まあ、その保有コスト、がかかるので、そんなにそのお金になるっていう感じではないですね。むしろやっぱ出来上がった人向けの、まあ、場所なんだと思うんですけど、まあ、ただ実際に来てみてですね、まあ、この洗練されたこのハワイの、まあ、雰囲気見て、やっぱここに物件持ってるっていうこと自体がやっぱり喜びでありですね、はあ、やっぱり自分で泊まってもそうなんですけど、まあ、この場所に物件持っててよかったなって本当に心から思います。窓からはこうやって、プールとかが丸見えです。なので窓閉めた方がいいかもしれませんね。24平米ぐらいだったかと思います。スタジオルームで、ベッド2つつけております。築が確か39年だったかな、今ね、はい、40年ぐらい経っております。保有して2年目です。今私がオーナーとして所有している、ハワイアンモナーク、なんですけど、こちらの、ロビーにおります。共用施設ですね。40年ぐらい前に建った建物で、まあ、結構年季が入っておりますけど、まあ、ワイキキ自体が、まあ、大体 4,50 年ぐらい経った、コンドミニアムが多くて、まあ、もう観光客が皆さん使っております。今のはバイクの音でした。こちらですけど、ハワイモナークはロビーが2つあって、まあ、下の方のロビーは車が付けられるようになっているのと、短期宿泊者用のこのキーボックスがありましてですね、このキーボックス、例えばこうやって開けると、出てきて、はい、まあ、短期宿泊者用に、はい、使われております。インターネットが使える場所、はい、私のいる場所は、まあ、ワイキキの西の外れでして、はい、すぐそこにコンベンションセンター、ちょっと7、8分歩くと、アラモアナショッピングセンターという場所。ワイキキはなんだかんだで言うとですね、まあ、今後の、開発とかですね、まあ、その辺含めると、まあ、西側に行った方が便利だと私は思って、まあ、この辺を、まあ、自分の、まあ、投資のエリアにも使っております。はい。で、ちょっとアラワイ運河の沿いをちょっと散歩してみるんですけど、こんな感じで、正面に見える山がダイヤモンドヘッドの一部かと思います。今日は気温が24度ぐらいで、ハワイってそんな蒸し暑くなくて、結構北東から涼しい風が吹くので、まあ、その夏みたいに暑い気温の時でもかなり快適に涼しく、まあ、歩ける場所です。まあ、こんな環境で、まあ、暮らせたらいいなっていうふうにも思います。ちょっとマングローブの、遊歩道というか並木道になっているので、結構歩いてても気持ちいいので、皆さんともシェアしたいと思います。これもアラワイ遊歩道のほぼ東の、まあ、端っこですね。ワイキキの中でもかなり東になりまして、この突端がカパフルアベニューという、はい、通りに出るところです。遊歩道の向かって左側を見ると、これアラワイゴルフコースっていう、まあ
町の中にある、まあ、ゴルフコースという、感じになります。ちょっとマングローブっぽい木の並木はここで終わって、あとは普通の、まあ、ヤシの木の、遊歩道になります。まあ、普通はこういう感じです。